風エブリー。おはようございます。ソルバチステーションのジャンジャンです。で本日信頼実践で宇都木市をバチスクでやっていきたいと思います。まあ、ガロをちょっと先に打ちたいなと思ったんですけど、あの関東がまだ導入前なので、先に入っているバチスクから打っちゃおうと思います。ちょうど今日あの信頼会なのでマジで初日です。おはようございます。お願いします。打ち角を取れそう。よっしゃ、打ち角取れたんで行きましょう。いや楽しみです。頑張ります。取れたんで。おはようございます。ソロバチステーションのジャンジャンです。でバジリスク桜花忍法帳なんですけども、まあ詳しくは動画で説明するんですけど、あの100突 ST 安心プラスセカンドボーナスっていうか第2ボーナスかな、 ST 中にまた弾が増えるっていうゾーンがあるので、あの新しいところをお見せできたらなと思います。で桜花忍法帳、僕アニメ一切見てないので名前など間違ってたら本当にごめんなさい。難しい漢字が多くて、調べた時、昨日ちょっと勉強して自分のノートには振り仮名振ったんですけど、それでも間違ってる部分があったら本当にファンの皆さん本当にすいません。はい、そして本日撮影にご協力いただきましたのがデルパラ南大沢店さんです。本当にありがとうございます。というわけで行きましょう。信頼早く打ちたいです。それではバジリスク桜花忍法帳いっぱい当てるぞ。んかてぶりー、風エブリー。では新大トレドンでいきたいと思います。バジリスク桜花忍法帳1枚目。はい、では早速スペック説明したいと思うんですけど、319分の1のミドルタイプになってます。で U タイマー搭載されてない 100% 突入タイプの SE タイプになってます。で面白いのが、まあ、120回 ST もらえるんですけど、前半100回がまあ普通のいわゆる ST で、後半の20回転が特殊で、そこで出玉が、あの第2ボーナスっていう名前がついてるぐらいなんで、あの出玉が増えていくんですよね。そこで20回ハマりきったら、あの ST は終わっちゃうんですけど、そこで大体1000個ぐらいあの増えるので、あの一番それを取っても最後であの大体手取りで1300個から1500個は取れるよっていうラインになってます。はい、で注目演出結集背景、あと主人公の八郎海岸、まあ、前作で言うと芸人の好きみたいなもんですね。と次回予告、まあ、ここら辺はまあおなじみかな、パチンコおなじみですね。あとは極み結成の道になりますね。出たらまた説明しようとは思うんですけど、この上の丸があると思うんですけど、そこにあの結集って言って、一人結集とかでいくと思うんですけど、これが本気の大事な大事な演出になってて、これで4人以上結集してくれたらメインリーチのバーサスリーチに行ってくれます。まあ、大いに越したことないんですけど、この結集した人数は他にどこで役立つのって言ったら、リーチ中のチャンスタイプが出てきます。なんで結集した分だけリーチ中でチャンスタイプを来てくれるので、まあ、リーチの点が良くなるよっていうような仕組みになってます。で上にいるんですけど、あの八郎と響ちゃんが今回の主人公なんですが、この結集の時に5人目でこの2人が来るのが普通なんですけど、1から4人目で響か、八郎が来てくれたら大当たり濃厚って法則持ってます。でメインリーチはバーサス常人衆リーチですね。またそこでも4人いるんですけど、一番強いのはクジャクです。で他の3人だった場合でもどういうルートに行けばいいかというと、あの桜花ボタンルートっていうチャンスルートがあって、そこに行ってくれれば最低でも3割あります。でクジャクの場合は桜花ルートのみ存在します。まあ、そこがメインリーチで、あとはチャンスアップ、花火柄とか赤とか金とか、まあ、そういうので知名度上げていくって感じですね。で最強リーチが両人種滅すべしリーチ、これ行った時点で 81% トータルであります。あ、ちなみに遊戯モード今デフォルトでやってるんですけど、他にはプレミア多分アップモードかなとシンプルモード、多分先読みとかしたら熱いんだと思います。で先読みなしモードもありますね。デフォルトモード4種類ですね。まあ、僕はデフォルトできます。まあ、明治さんなんですけど、あのユニバさん系列のメーカーさんで、やっぱメインはね、あのユニバさんのスロットだと思うんですけど、やっぱスロットメーカーさんが作るパチンコは赤がやっぱ強いことが多いですね。で今回も、まあ、弱い赤もあるんですけど、予告で出てくる赤総じてチャンスなことが多くて、大体2割3割持ってる赤が多いです。でさらにチャンスアップの赤がやっぱスロット同様熱くて、赤入ってくれたら 50% とか 60% とかそういうことが多いので、
赤を大事にしてますね。もう金は大体もう大当たりまで飛んじゃうことが多いです。こういうあのメリハリがちゃんとスロットメーカーさんはやっぱつけてると思うので、そういうところはね、あのある意味打ちやすいなと思いますね。お、緑ピンク7位かな。あ、上赤だ。あ、ミラクマゾーン。これゾーン厚そうに見えるんですけど、あ、タイム入った。そう、これ赤に行かなきゃダメなんですよね。緑、お、そう青、緑、赤ってあって、青と緑までは一桁です。赤でやっと 30% です。入っただけで厚いわけじゃないですね。ここ超えたらチャンス。いけ、お、行った、これ行ったんじゃない。これで赤になってくれて、やっと 33% ぐらいの、はいはいはい、ここからチャンス。さあ頑張りましょう。金にはならん、金もあんのかな。 E1 のところいいよ、今日1、リーチラインはデフォルト、バーサで常人数リーチかな。はい、いった。おー、すげえ、ウーファー。援護7、援護7、1人目。これオーカル、オーカボタンルートじゃなかったら弱いですね。一応クジャクの場合は一番上では、あのクジャクの次にはいいんですけど、注目しの上のビジョンですね。お、お、フラッシュ赤も入りましたね。今響ちゃんだったな。一応フラッシュ赤もチャンスではあります。いけ、あ、紫、ピンク止まり、どうなのこれは。赤のフラッシュは良かったけど、うん、そうですよね。あのボタンルーズいかなかったら十数パーの世界なんですよ、この人たち。今のもうクジャックと戦ってくれたらね、あの 50% までいったんですけど、あの援護がボタンを押してって、多分ボタンルート選ばれてくれたらやっと4割って感じですね。はい、それでは2枚目いきます。お、青だ。あ、待って、捨てちゃん赤だ。一応 24% あります。はい、1人。あ、3人全員成功するかな。あ、4人。これで VS 以上にはいきますね。あ、落ちてきた。はい、5人で、これで決戦の道いけますね。これ極みだったら熱いんだけど。あ、これデフォルトの方に20%で、こっち側も10人まで行ったらサイクルに飛びます。綺麗ですね。赤、いいよいいよ。赤も 30% ありますよ。この気配は6人のままバトルは当たり。あ、9人、あと1人。あー、1人足りない。1人足りない。相手クジャクがいいな。あー、違う。タイトルは、あ、デフォルトか。これ赤だったらな。でもかける9なんで、チャンスアップ次第ではあります。今のところタイトルテロップは入ってないです。おー、オーカ、これボタンルート、こうなってくれたらこのリーチでもあの4割近くはできます。来た。ボタンルートよいしょ。これボタンのレベルがありまして、
トリガーだったらとりあえず圧倒的だよ。金ですかね。緑もう一個ラストはピンク。オオカボダどう。これレベルがこっから上げてくれるのかな。行きましょう。オオカボダ行きます。おお、ここの場合はボタンのレベルは上がらないんだ。なるほど。いや、オオカボタンだけで行きましたね。このルートがあのバーサスリーだったら一番嬉しいルートになります。投資1万6000円です。7買わないかな。10ラウンド10ラウンド7がいい7がいい7がいい。せーの、頑張れ。1枚いいでしょう。振り分けは電柱もへそも共通です。まあ、100凸なんでここから S いきます。当たった。いやー、よかったよかった。オオカボーナー、これは5ラウンドですね。さあ行きましょう。お相手をして死んじよ。これ相手はですね、人間セクほど変わってことで誰と戦おうが変わりません。オオカラッシュ、これ前半ですね。はい、これでまたオオカラッシュ前半100回の ST はまず目指すところはこの最上階に行かないとバトルできないので、まず最上階を目指します。でそこで赤とか絡んでバトル、やっとバトルですね。画角じゃちょっとこの回数書いてるんですけど見れないかもしれないので申し訳ないです。保留なんですけど、緑からチャンス、緑 50% ピンク 59% 他の それ以上で全部大当たりの子です。でびっくり。はい、行きましょう。1,2,3 上昇 OK。 これで1回上がりますね。でこれでリーチじゃなくて2回に行きます。あ、3回まで来た。上昇 ?4 回 OKOKOK。 でこれオオカバトルは20回転までにリーチになったら大当たり濃厚なんですよ。だからここ最上階到達してこれリーチになれば当たりだぞ。リーチになればいいの。最上階最上階よしよし。でオオカバトルなんでもうこれで大当たり濃厚ですね。多分20回以内だと思う。窓ちょっと上見えないけど30回転じゃ外れるかもしれないじゃん。もう30回転回してました。でこれあとはチャンスアップはここはレベルだけです。レベル2レベル3レベル4レベル4あーレベル3 45%。 3回以内に敵を倒せ。あのアップの時にあれカットインが出てくれれば上位で取る可能性があったんですよね。2回目でも3点って熱いんじゃないの。倒してないよね。いやー3点ダメなんだ。でオオカバトルの場合偶数でテンパってくれたらまたいいのこうなります。あーダメですね。惜しい。あなんだいいやつくれるのかと思った。上昇お上昇あ、上がった。3回まで来たかな。あともうちょい赤系欲しいですね。よいしょよし4回。あともう1回よし赤文字赤文字だよ。はい最上階先輩も偶数先輩してほしいな。
あ、導入の文字これ。ここチャンスアップありますね。レベル4がいいな。ここでカットインがあればチャンスアップ。ここでカットインがあれば上位のボタンくれるんですけど、あ、でもまあ5個。もう一丁欲しい。よしよしよし、始め始め、ワックス耐えた。ここまで進化してくれたらもう当たりです。レベルマックスは10ラウンド。かっこいいな。なんかこの2人が見つめ合ったらなんか破言だったかな、そういうのがあるらしいですね。やば、強っ。レバー打ってきたけど。あれ打ってくんだ。これ降ってくると思わなかったですね。OK、これで10ラウンドです。 OK、OK。 いや、10ラウンドはでかいですね。いや、これ大きいですよ。これへそと振り分け共通で10ラウンドが 30%、 5ラウンド 30%、 3ラウンド 40% になってます。で、この10ラウンドを取って何がいいかって、例えばこれでもし ST 全部負けてきたとしても最後歌方の時で1000個増えるんで2500個手取りで来るんですよ。手取り手が払い出しに来るんで、結局ピーキで言ったらだいたい10ラウンド2回分ぐらいは駆け抜けてもくれるのがこのバジリスクの最大の特徴ですね。あ、真ん中来る。あ、青保留もう一個だな。あ、めっちゃ上がってる。上昇4回赤ですね。上昇赤だった。ここ赤文字が欲しい。いや、赤文字欲しかった。でも上昇赤だったけどな。オッケー、あとはもうレベル待ち。レベル4で、レベル4で5連敗。カットイン頼む。オッケー、これ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 、これが熱い熱い熱い。これで上位の方に行きやすいです。388%で、うわ、88%。あのカットイン待ちですね。オーカーバトルはこれは押させていただきます。これで十分上がりたりはしてないんですかね。7がいいな。振り分け的には1対1いきます。あー、まあしょうがない。やっぱね、ユリバさんのウーファー好き、すっごい気持ちいいです。オーカーボーナー。いや、右面白いな。おい、3000個。もうちょっとでまくり。いきましょう。上昇。あ、2段上がったか、3回か。上昇止まれ。あ、いいよ、結集チャレンジでもいい。結集いくかな。あ、いったいったいった。これで結集デフォルトボタンで 39% で、赤ボタンだったらホテルの号です。約4割あります。これ通常ボタンですね。これ4割はある、4割はある、4割はあるよ。2人よし。バトル行かなくても大丈夫です。基本的にこういう特殊発展リーチのチャンスアップはボタンのことが多くて、デフォルトのボタン以外は大当たりのことが多いです。これは2ラウンドか。退場回、
止まれ。よしよしよし、バトった。バトってしまえばこっちのもんよ。恐れるがよい。1点。レベル2だけは怖いからやめて。よしよし、オッケー、カットイン。あーでもレベル3っぽいな、これ昇格。上がれ。あーここか。いきます、一発目。え、減った、減った今。全然減ってないけど。あ、今のあれお分かりパターンかな。ボタン押して減らないパターン、あれ多分大当たり濃厚パターンだと思うか、チャンスアップかどっちかだと思います。いきます、よいしょ。なかなか変わらない。あーでも5ラウンドなんで750個取れるんで OK。 おーびっくりしたびっくりした、やった10ラウンドでかいでかいぞ、これはでかい。もうこれでまくってますね。5000個ゲット。なんかそこまで、あ、なんか協力が絡まなくてもバトルに行ければなんとかなってる感じですね。上昇。アメシューのマスクですかね。2回。あ、フラッシュした。あ、レインボーじゃん、レインボーフラッシュ。最上階。あ、これ縄文ルート見れますね、このまま。そうそうそう、このルート行ける。これがなんなら最強かもしれない。 97% で、これもあの20回転以内に来てくれたら大当たり濃厚ですね。ボーナス、なんなら最強リーチこれです。あ、やっぱりだな。やっぱあのレインボーはさすがに10だと思います。結構順調に来てますね。さあここ前半5回転は最後ここに来るんですけど、とりあえずボタンを押させてくれればチャンスですね。ハツローと響きちゃんが揃ってあとボタンで決着つけます。白で大体 30% で、赤だったら渡り濃厚になります。いや、こっからまだあります、歌方の時6連で6600個。これプラス歌方でここから弾増えるのでまだまだいける、まだ20回より。ここ第2ボーナスですね。ここを狙って。まあ電柱が違う電柱になりますね。こう当たりラッシュみたいな。僕はこっちの方が面白いと思います。海岸はボタン押して海岸すれば OK で、ストーリー紹介の扉が閉まれば渡りの子になります。で、ここの歌方の時中に当たった場合は全部2ラウンドになって時短1万回になります。頑張れ。え、ボタンを押させてほしい、ボタンを押させてほしい。あ、開いたよね。これ戻したでしょ、これでいいんだよね多分。よし、時間揃ってる。戻したー、1万回。あ、ボタンを押させてくれるわけじゃないんだ、勝手に開眼するんだ。で、アタッカーこれですね、下アタッカーになるのかな。で、ここで1万回の時短がつくよと。無限モード、いや、これは大きい。いきましょう、次ちょっとあそこまで行ったら次はストーリーでいきますね。テンパれば、あ、テンパった、当たりかな。3、 OK、 よかった、奇数で。あ、ここ昇格なかった。さあ、また ST 戻れます。8000個。おお、びっくりした。
え、また J 取ったの？え、地味に上手くないですか10ラウンドの振り分け。ちょっと満発意識出していいですね、これ。これスルーしても9700個なんで、あと3ラウンドでもいいからとりあえず引ければ払い出せ満発ですね。いや、ここでちょっと当てよ。煽ってくれればとりあえず。そう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 。はい、まず止まって、発動が止まってくれて、ストップストップ、多く止まった。ボタンの色、白がデフォルト、赤だったら大当たりの方です。あ、レインボー、その上来た。戻った。レインボー系は10だと思うんですけどね。オッケー、やった、万発超えたわ。これまたレバー振っときですから。あ、さすがにもう一回レバー振っとかなかったですね。いや、今の気持ちいいな。え、4連続10ラウンド引いてません？ああ、やってまいりました、1万発。よしよしよし、緑でいいんだよ、緑で、緑、よしよし、50パー、そう、これこれこれを見せたかった。あ、ピンクだ。59パーに上がりましたね。最上階、倒したい、そろそろ。これは外したくないな。カットイン出なかった。これレベル2じゃない、これ。あ、よかった、レベル3にはなった。45%。はい、普通は減るんですよね、やっぱり、ね、はい。あ、結構減った結構減った結構減った。ラスト、あ、残った。やっぱ強いな、この人。復活パターンないのかな。あ、復活あるじゃん、復活するじゃん。復活はどうなんだ、ラウンド10かな。7 7、えぐ、やっと倒した。あと一人、この人ですね、常人ボスですね。あ、3回いいよ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 、順調。赤だし、青、もうちょっと欲しい。あ、特殊系かな、大型チャレンジだ。これがフラッシュ、これ赤だったら熱いですね。これ白がデフォルトですね。あとここボタンですね。赤だったら大当たり、色は白。あ、白でも OK だった。白だったら4割ぐらい。お、上昇。あ、これいいパターンじゃない、これ。あー、ダメか、ギリギリまで来ないパターン、わりかし上がってくるんですけどね、パチンコって。おお、びっくり、長かったもんな。びっくりした。コツ当たりあるのか。おとなしく、オッケー、赤ボタンありましたね、最上階。赤ボタンは濃厚レベルだと思うんだけどな。
さあ来たボス。強そう。カットイン、勝ってみたいこの一人。え、三つ？え、レベル2かよ。3割じゃん。大丈夫ですかね。大丈夫か、いけるか。うわ、赤ボタンから行ったのに。あ、ダメだ。終わり、終わりか。ここは当たりラッシュ。あー、これからいきます。第2ボーナス、いや十分ですけどね。13連増やしながら当てましょう。ボタンとモードを選択してください。ちょっと今回はじゃあストーリーにします。ストーリーの場合は扉が閉まってくれたら大当たりの方です。まあ、増えていいんだけど、当ててくれなきゃ困るんで。長いぞ長いぞ、変な長いよ。あ、ダメダメなのか。やばい、あと5回転だけど。扉閉まればいいの、閉まれば。やばい、おー、閉まった。ラス1セーフ。本日2回目の負けモード、青保留。はい、 OK。また無限に戻すか、そしたら15連1万5000発です。開け開け開く開く開く。あー今惜しい。いや、いい、頼む。開け頼む。いいよ。あと目開くだけだからね。いや、もう頼む。ダメ。15,862個終了。あー、ダメですね。いや、十分、マジで十分。ただ心残りはおじいちゃんに勝てなかった。いや、こんなに一撃で出るなんて自分も思ってなかったので正直びっくりです。右の演出当たりパターンは時の坂鉾リーチ以外全部お見せできたと思います。で、まだ1時間ぐらいあるんで、まあ、最強リーチとか通常時の部分でまだお見せできてないものがあるので、まあ、マイナスにするのもちょっとなんかもったいないんで、まあ、あと1時間ぐらいで頑張ろうと思います。お、いっか、マス撃破チャレンジ。あ、いった。トータル 11% なんですけど、チャンスアップが入れば熱いです。赤ボタンだったら結構いける。真ん中、あんま減ってないな。主人公2人、あ、まあまあいた。響き、そこか。救済リーチでも当たるときは当たってくれると思うんだけど。強いね。いや、気づけばもう中玉1番切っちゃいました。まあ、回転率は取れてるんでストレスはないんですけど、ちょっとね、せっかく一撃でダーン出したんで悔しいですね。あの超太玉もう一度いけるかなと思ったんですけど、ちょっとじゃんじゃん苦戦中です。お、大岡集結。大岡結集。はい、タイトル赤でしたね。で決めるさ。彫刻5人集結中。今日から初緑、ちょっとチャンスな気がする。に赤がいいな。あー、緑のまま。
赤にしてくれ。あピンク、まあ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 もう開封の儀、開封の儀、何人来るかですね。押して 5、3、8か。久しぶりの久しぶりのチャンス。8人結集。誰だ。タイトル変わらずというか点滅保留でいくんですね。大川期待してるよ。ラスト。あ、え、桜強化ったの。お、これワンチャンあるやつ。ないやつだ。ないやつなのか。点滅保留だからちょっと期待したんだけど、ダメですか。ダメなんだ。ということはマシンか。ああ、それか、魔人か。魔人撃破チャレンジ。魔人撃破チャレンジ。ボタン赤で白い。あ、でも赤は。うえうえ、何そのサプライズ。そんなことあるんすか。リーチ自体 11% なんですけどね。402回転かな。持ち玉だいぶ減らされました。残り8331個です。変わんないかな。7人変わっちゃい。30%。まあしょうがない、当たってくれてありがとう。珍しいの見れました。いきなりレインボー。おじいちゃん倒しに行こう。行きます。お、あこ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 、いいよいいよいいよ。赤スタートはチャンスですね。あ、しかも赤くない。これは上昇。今のところ赤毛2個絡んでます。これ超えるかなあ。これ最上階。そうですね、できればここテロップ赤がいい。テロップ赤、うーん、白か。さすがに最上階行って。はいはい。でここではもうカットインだな。カットイン。かなり何個。3つはレベル良くてレベル3じゃない。昇格。レベル2なのか。30% でも3回2回渡る。赤2個絡んだけどダメ。あーつら、ここまで来ちゃった。煽りもしない。また無限か。はい、そうそう、ボタン、よし。あ、いやいやいや、ちょっと待って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 。いやー、でも、せっこか。いやー、これ悔しいなー。でも朝がめちゃめちゃやれてたってことですよね。それだけ、まあ、こういうこともあるってことか。まあ、でも歌方の時があるおかげで3ラウンドでも最後先発取れてるんで、持ち玉、まあ、上から流したら約万発にはなりました。まあ、せっかく朝一で手放してまたこれから突っ込んでマイナスにしたくもないので、
今日はここで終了したいと思います。でイレギュラーばかりな、まあ、イレギュラーでは最初はないんですけど、最強リーチあのお見せできなかったのが残念なんですけど、皆さんホールで出してみてください。レバーのマックスが気持ちいいんで楽しめると思います。まあ、全然的にシンプルで楽しかったです。ありがとうございました。カゼブリー、お疲れ様でした。実戦終了です。というわけで寝台実戦無事朝台確保できて1日打ってみたんですけども、バジリスクウォーカー忍法長あんな出るんですねって感じでしたね。実際 75% 継続の歌方の時と合わせて出玉を増やすものだと思ってたんですけど、振り分け勝てば全然増えるじゃんというのが率直な今の印象です。で通常時が、まあ、シンプルというか演出は抑えめになってたので、まあ、マッチ演出はおそらくなんですけど上のフラッシュかな、筐体フラッシュプラスのやっぱり決戦への道を取って、まあ、8人または金の極みからの最強リーチなんだと思います。なんせ今日イレギュラーな当たり方だったので、1回目の最初の初当たりの方はあのオーカルートだったんで、あれも王道だと思うんですけど、2個目がまさか一発目でレインボーになると思わなかったんで、まああっちはのイレギュラー、まあ、ビックリ当たりの方かなと思います。個人的に八郎が走ってるところと歌方の時の演奏が逆だったら、ちょっと個人的にはもっと刺さったかなと思います。あのスピードで、あの押せでガーンって振ってきてたらめちゃめちゃもっと気持ちよくて、しかもウフワーがね、あのさらにパワーアップしてたので、次あの次回作が教えたらお願いします。はい、中止なんですけども、投資が4000発で回収が9600発ちょいでした。プラスで終わってよかったです。朝あの頑張って並んだことがありました。あで1個出玉表記と僕が口で言った持ち玉だいぶ違うなと思った方もいると思うんですけど、右打ち中にポケットですよね、あれポケットに入った玉も一旦はプラスとして加算されているので、実際1560とかあったところとかも実際増減ないのにプラスで見えちゃってるので、そこであのだんだん差が開いていくっていうような形があったので、まあ、分かりにくいんですけど、めっちゃ削られてるように見えちゃうんですけど、まあそんなこともないんですけど、まあ、ただそこプラス1で稼働されちゃってるので、まあ注意してくださいって感じです。皆さんにこれからも寝台などなど楽しいところをお伝えできるよう頑張りますので、今後とも見てください。ありがとうございました。諦めてない、諦めてない、諦めてない、諦めて OK よーし、あー気持ちいい、これマジ気持ちいい。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。カタエブリー。